レインボーダリアは日本の競争馬。馬名の意味は虹に冠名。主な勝倉はエリザベス女王杯。1月17日の中山の3歳新馬戦、ダート1800メートルに出走。一番人気になり先行するも5着に敗れる。その後2戦していずれも3着となる。初勝利は3月27日の中山の芝線6 0 0メートルの3歳。 未勝利戦で4戦目だった。その後東京で2戦するも4着、2着だった。この後北海道シリーズに転戦し、函館の有楽部特別は一番人気になるも2着だったが、湯浜特別は一番人気に応えた。札幌の千万下を2戦して、それぞれ3着、2着した後で迎えた、マシューコ特別は直線抜け出して一番人気に応えた。 そして初の GI 出走となった、周華賞は8着だった。新潟、東京に先戦戦って、準オープンから1000万下に高級となり、前年に続いて、北海道シリーズに出走し、3戦戦った後に、札幌の大倉山特別を直線抜け出して4勝目を、飾った。この後、準オープンの開示ステークスを挟んで迎えた、エリザベス女王杯は5着に検討した。 4ヶ月の休養後はなかなか勝ち切れなかった。この間、条件場で除外対象だったのにもかかわらず、レーティングによる優先出走権でビクトリアマイルに出走し12着。3年連続で北海道に転戦し、迎えた五両角ステークスを一番人気に応えて5勝目を飾り、オープン入りを果たす。その後、クイーンステークスと府中品場ステークスをいずれも四着と、 なるそして前年に続いて出走したエリザベス女王杯は最後の直線で人気のビルシーナとの叩き合いを制して重賞初制覇を GI で果たすこととなった。またこの勝利でブライアンズタイム3区の20年連続重賞制覇も達成した。この年は6戦するが残敗が続き、エリザベス女王杯13着を最後に現役を引退。 北海道ニーカップ町の大英牧場にて繁殖品場となる。ありがとうございます。